ございます。お疲れ様です。今日さ、男の店来て本当にびっくりしたのが、はい、あの、昔僕らの時代って本当こんなメーカーなかったじゃないですか。シックスですね。シックス？ミズノ？クーマ？クーマ？はい。ちょっと高いんですよね、やっぱこれ。1万円ぐらい。高いですね、パッて見たら。そうですね。昔ってこういうね、こういうのすらなかったもんね。そうですね、あの後ろにある革の。革の、ああいうね、うん、ブラックなやつ。はい、そうですね。真っ黒のね、革靴っていうか、はい。今もスニーカータイプになってますね。今あるよね。いや、俺この時代ぐらいはまだついていけとったんですけど、まあ、俺の現役時代はそうなかったけど、これさらにね、これいつぐらいからですか、はい、このプーマとか。もううちがあのオープンしたとき、ここを新しくしたときにはもうこのアシックスのコーナーはございましたので、1年ぐらい前、もうもっと前ですね、2年ぐらい、もう5年、あ、そんなにある、はい、4、5年前、あ、もう結構 YouTube 見てる職人さん知っとるのかな。知ってますね。知ってるよ。はい、アシックスうちはよく売れます。あ、これはもうめちゃくちゃ売れるの。売れます。はい、このみんな履いてますね。特にあのこのボアが出たら、このボアいいですよ。ボアっていうのは、はい、これね、ゴルフシューズもあるね、これ。そうですね、はい、ここであのワイヤーで合わせて、ワイヤーでね、はい、カリカリカリってやったらやれる。まあまあみんな知っとんかな、はい、めちゃくちゃ楽ですね。そうなんだと思います、うん、ただまあ本当に高級志向だよね、こっちは。1万円前後だけど、でもよその店よりうんと安いと思います。あ、安い、はい、こっちのやつは2、3千円とかでしょ、大体。こちらも、まあ、スニーカータイプの、うん、そうですね、まあ、いろんなメーカー結構ね、おしゃれな、昔結構みんな履いてるやつ結構あったもんな、はい、じゃあちょっと1個ずつ履いてみようか。はい。どれくらい？水野で僕入ってたんですよね、多分これ。俺単純にこの黄色がかっこよかった。かっこいいですよね。この色人気ありますね。ここにずっとあるんで、まあ、色違いとか、これあのハイカットってもそうですね。でこっちがローカットだよね。そうですね。で、まあ、この辺のものがあるんで、はい、まあ、いろんな、まあ、え、全部、なんだこれ、水野、はい、水野です。水野シリーズで、はい、俺この水野の中でこれが一番かっこいいかな。俺チョイスだけど、昔から水野を使われてた方は安全靴も水野を選ばれますね。ああ、そういうことだ、うん、はい、で中学校の時にスポーツやっとって、そうです、そうです、そうです、ずっと水野なんだっておっしゃって。水野があって鈴木とかはないんです。こんなんあったら俺今でも職人やっとるもんな。今の職人靴がかっこいいのなかったらやめたこんな靴だったらもう職人やめてやる言うても旅じゃないですか、昔から水野はどちらかというとシャープにできてます、ね、あ、やっぱそうですよ、はい、そうだね、まあ、これ次に紹介するけど、プーマって俺結構普通のスニーカーとか好きなんだけど、ちょっとこいつすぎるかな。いや、それでも結構人気あります、うん、あ、そう、あります、はい。色じゃないですか、色、はい、色もそうですね、今2色はありますけど、うん、はい、ちょっとじゃあプーマに変えてみようか。軽い、はい、ちょっと履き心地とか軽さとかも見ていて。いや、歩きやすそう。逆に聞きたいです、お客さんに。歩きやすそうなんですか、うん。もう僕のぶっちゃけた本音でいいですか、うん、タビ履くんでタビの方が歩きやすいです。タビは タビには勝てんすからタビはただ障害が薄いもんでね、はい、障害で歩くなったらもうあの石とかの上狙いたいのかな。まあでも歩きやすい、まあでもちょっとなんか狭い、狭いですかね、細いんで。あ、はい、そういうこと。そうですね、僕は多分合わないですかね、そのちょっと大きいんで多分足が、はい、足も心これあの結構車を運転するときもこう、あ、結構、ああ、そうだね、ドライビングシューズとかこう後ろこうなっても、はい、あれ車運転する、あれ何のためにしてんのかなってずっと思ったけどそういうことだ。普通のスニーカーでもあるもんね。ありますね。あ、車用なんだ。そうか、そうか、あ、なるほどね。でトラックの運転手とかそういう、あ、そうです、そうです、そうです、重機の運転手とかも、いいんちゃう、はい、ここが持つってことだよね。そうですね、やめるとこないから、うんうん、そう考えだ、そうだね。あ、でもこっちの方が広いっすわ。こっちの方が水野より広いっすね。横幅が ごついよね、やっぱさっきと。ごついっすね。やっぱあれだな。いや、こっちはプーマで、プーマはやっぱ数も少ないですか。あ、そうですね、この間あの白と黒の新しいバージョンが入って新色が、これがね、はい、これは一緒だよね、うん、これ一緒です、同じシリーズ。これが黒バージョン、はい、はい、めちゃくちゃ、いや、こっちよりなんかいいっすね、これはあの、はい、ね、あ、でもそんなかっこ悪くないな。かっこいいですよ。かっこ悪くないですよね、うんうん、履いてみたらそんなにごつない、色のせいでゴツく見えたかな。ただまあやっぱこっちに比べると広いですね、ここ。あ、広いのがいいっていう人って嫌だったんですね。そうですね、ちょっと締まった方がいいっていう、締まったフィットした方がいいみたいな。そう、ちょっとなんか暑いんですか、ここ後ろが。芝、まあ、の職人とかはちょっと偉いかもしれないな。アクロバットとかで軽いんで。軽いですか。はい、軽いです。軽いんでいいんですけど、うん、やっぱでもやっぱゴツ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 やめろってよ、お前。俺その宿旅が一番いいですね、旅が旅が一番足場宿には旅の方がいいんじゃないかなと。これがもう一番人気、一番人気ですね、今。これね、
これがボアシリーズで、はい、これカリカリのやつね。そうですね、カリカリ。カリカリ、はい、これ、ウシューズとかもある。これ便利だよね、確かに。便利です。でカチンって外せるんですね。はい、ちょっとした休憩の時とかも脱いでボタンをパーンと押せば。そういうことですね。すげえ。あの、紐が取れてこんしね。そうですね。紐のやつ、ね、そうですね、はい。これ今同じ型です。すげえ。これ全部ボアシリーズ。これ色違い。これはボアシーズじゃないの？違いますね。これがボアシーズのローカット、はい、どうですか？めちゃくちゃ楽ですね。んめちゃくちゃ楽っす、これ。楽？はい。あ、これいいっすわ、これは。あ、そっちの方がいい。あのアシックスさんが一番ワイドにできてると思います。あ、そうですか。はい、日本人の足に一番合ってるアシックスさん。これしかも歩きやすいっすよ、これ。ねえ、ほんと。はい。で、厚底なんじゃない？ボアのボタンをこれで隠してやって、これを邪魔になる、当たっても大丈夫です。あ、そういうことですか。はい、そうです、そうです。壊れんように、うん、そうですね。これをこうやってやったらボタンをパコンと、これで引っ張るだけ、はい、引っ張るだけですよ。と引っ張ってもう前に、これはええわ。ワイヤーが緩むので、めちゃくちゃ楽っすね、これ。あ、これみんながなんか履く意味が分かりますわ。朝、ね、まあ、楽だよな。楽っすね、本当に。結構、うん、あと1本タバコ吸いたい、あとコーヒーちょっと飲みたい、うん、あ、ちょっともうちょっと電話したいってあるもんね、いろいろ。こうタバコ加えながらこうやってやってますもんね。そうそうそう、これ全然楽だよな。楽っすよ、これ。毎日のことだし、1日何回もね。そうですね。これだったら10時、3時にもう脱いでちょっと脱いでしょ、そうですね、できるしね、うん、軽さも全然どうですか？めちゃくちゃ軽いですね、これ。軽いと思いますよ。めちゃくちゃ軽いです、これ。一番軽いですか？一番軽いと思いますよ。はぁ、これ売れてんだ。うん、ただもう本当に履きやすい、ワイドにできてるので履きやすい。これだったら多分僕ウサインボルトに勝てるっす。めちゃくちゃいいです、これ。アシックス の、はい、あのいいとこはクッションが一番。あ、クッションクッションが、ソールが柔らかすぎても良くないでしょ。そうですね、うん、どうなんそこは。全然いい、全然いいです、これ。なんか歩きやすいですし、一日履いてても大丈夫な感じ。疲れない。まあ、履いてないって言ったら嘘になるんで、うん、まあ、それは言わないですけど、履いてない感じみたいですねとは言えないですけど、ただでもそれぐらい、それぐらいの感じですね、本当に。楽ですね、なんか履いてても。はい、じゃあ、はい、このスポーツシューズメーカー、スポーツシューズじゃないですか、アシックス、アシックス、はい、プーマ、プーマ、ミズノ、ミズノ、はい。で、他のメーカーもあるんですか、まだ。ありますけど、うちに置いてあるのは一応このこれだけですね、はい。こういうメーカーがね、今参入してきて、まあ、結構やっぱ品質が高い。高いです、はい、もちろん高いです、ね、はい。普通のこっち、この辺のスニーカーもね、結構おしゃれなやつでも、まあ、2、3000円とかでいくらでもあるんですけど、この辺が大体1万円前後の価格帯ですよね。はい、そうです。でもそれだけの価値があって。ありますね、価値はあります。で、みんなもやっぱ長持ちするって言ってます。はい、言ってます。やっぱりその分言ってくれ、長持ちもするって言っとるらしいんで、また一回ちょっと試されるといいと思います。はい、じゃあ今度ね、男の店に二階堂のチャンネル見たってたら1個もらえるらしいんで、1個もらえるらしいぜひそれはごめんなさいごめんなさいぜひぜひよろしくお願いします。はい、あと、じゃあ、あのお店がここ今大高店じゃないですか。はい、そうです、ね、ここは本店です、ね、本店ですね。他の店舗がどこにあるんですか？半田店、半田店、飛島店、飛島店、ジンベイ店、ジンベイ店、はい、の4店舗ありますんで、また他のところでも扱ってる、それはもちろん、はい、もちろん、はい、ぜひじゃあ、買いに行ってください。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。待ってます。また見てね。また見てね。